初めて見ましたね、このカッコ。ああ、そうです。プリンとしていて、中から美味しい汁が出てきて、はい、絶品ですね。ボーナスを昨年よりも 0.5 回です。増やした。素晴らしいと思います。で、製本頑張ってるだけじゃない。我々も自分が頑張っていかなければ景気良くならないということで、その 0.5 回分消費するようにということで、ね。水揚げの方はどうですか。大体 60% ぐらい。あ、まだ 60% ぐらい、はい。お魚の町ですから、今までの水揚げ量を回復できるように、金融被害を縮小したように、さらに私たちも頑張っていきたいと思います。東北の未来を、希望と未来を見せていただいたなと思いました。災害を経験した上においてですね、災害に強い交通システム等もですね、念頭に置きながら、この場所からですね、未来に向けて、いろんな成果が出てくることを期待したいと思います。この木造住宅の木材をですね、なるべく地元の県産材を使っているので、全体 の木材の 50% は宮城県産材を使っています。我々政権に復帰をして、1年間、復帰をした段階においては、いつどこに、住まいができるというそういう計画すら全くなかったんですね。我々、現場主義で、見える化を進めた中においてですね、今ほぼ全ての地区で住宅再建についてはですね、計画ができました。さらに我々は加速させていきたいとこう思っています。